はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。閻魔武道会、敵が強くなって勝てねえっていうね、かなり行き詰まった感があるんで、今日はねちょっとガシャ回していきたいと思います。ちょっとね妖怪強化します。そしてその後でトーナメントを勝ち進んで横取りチケット集め、そして秘伝書集めやっていきます。今優勝回数56回です。やばいですね。50回超えるととにかく敵が強い。そして9日まで特殊能力付き妖怪の出現率アップということなんで、この目地なんかコメント欄でもだいぶ指摘食らいました。正解はこれ読むのが難しいよね。馬の頭と書いてなんだこれ。バズあのどうもこんにちは、ヒカルです。今回なんですけどもっていう、あの今炎上中のあの違うな、あのなんか解散発表したあれ、バズ違うな、あれネクストステージ、バズじゃない正解はメズか。メズがね、なんか今このガシャからたくさん出るみたい。コメント欄見るとね、今回の確率アップ一応ダーウィンとこのメズの確率アップっていうことなんですけども、実際にはダーウィンは、まあ、アップしてるっていうアップ してる、まあ、僕も実際1回ねあの電気出たんでね、アップしてるんだけど、まあ、わずかの確率アップぐらいで、メズに関しては結構大幅に確率アップしてるみたいなので、まあ、僕もね1回メズ出したんだけど、まあ、もうあと1体2体ぐらいあってもいいかな、技レベルちょっと上げたいなということで今回ガシャ回しました。なので今回本命メズ狙い、ダーウィンに関しては、まあ、この後来るであろう確率超アップ、そちらでね狙っていきたいと思います。まあイベント終わるまでにはちょっとゲットしておきたいよね。皆さんどうですかね、メズ何体ぐらい出ましたかね。さすがにねこれ1体もないとねどうだろう、僕の場合はトーナメント大体ね40回ぐらいまでしか多分いけないっていう感じでしょうかね。もうほんと敵が強くなってきちゃって厳しい。まあいけなくはないけど結構ねやられて、まあ繰り返しみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとね厳しいなっていう。そしてこのメズに関しては横取りでの効果大ということなんで、まあ横取りでねもうレギュラーメンバーとして使う予定です。なのでまあ、横取りで使うんであれば、まあ、妖怪レベルもね50まで上げて、そして技レベルもまあちょっと1じゃ厳しいかなっていう感じあるんで、まあちょっと上げたいな。かといって秘伝書突っ込むのもちょっともったいないよね、 S ランクなんで。でまあ出現率アップなんでね狙っていますけども、出ませんね。おっとゴールドのミスパー来たぜ。おお来た、来ました、そう言ってる人来ました。メズやったぜ。技レベル2に上がりました。これ多分ね技レベル1と2ではだいぶね威力違うと思うんですよ。ちょっとねそのあたりも今日は見ていきたいなと思います。さあカイビスパー、このまま、あーリボンか、厳しいな、ここまでか。なかなか厳しいね。トーナメントをね先に進めて優勝した時のねご褒美として横取りチケット、そして秘伝書をねゲットしていきたいと思います。優勝回数が50回を超えてから、なぜか、まあこれ偶然なのかちょっとよくわかんないんだけど、まあ偶然にしてはでも毎回結構落ちるからね、横取りチケット、そして必殺の秘伝書がね結構な確率でもらえるんですよ。なのでちょっとね若干無理してる感じあるんですけど、まあ、敵が強くなってきたんでね、まあ優勝回数どんどん進めていって集めようかなと思います。今横取りチケットがどうだろう、11枚とかそれぐらいなので、まだねちょっともう少し欲しいなっていう気はします。まあ火の鳥ね横取りどっかで仕掛けるんですけども、まあ僕今ね横取りありモードでやってるんで仕掛けるんですけども、まあ一応順調にいけば8枚あれば理論上はいけるんですが、多分ね8枚じゃ無理、倍の16枚ぐらいないと多分、まあ取った取られたりがあるからね、まあ多分ねそんなに負けないとは思うんだけど、まあ横取りしてる最中に横取りされたりがあるんで、
まあ、ちょっとね余裕めに持っておいた方がいいと思う。さあ落ちてくれ。この冠ね一応ね2個落とすことができたんですよ。お来たか。そうしている間に冠来たね。違うね、特大パフェだね。冠2つね落とすことができたんですけども、すぐに取られてしまいました。ものの何時間とかそんな多分レベルなので、かなり激戦だよね今。そうだね、横取りかなり厳しい。さあ優勝報酬、ああウキウキコイン、まあいいでしょう。 このコインもねガシャ回せるんで楽しいよね。さあ行きましょうか。大妖魔ヌラネイラ強そうだな。優勝回数58回、なんか優勝回数をが50回超えるとなんか強くならないっていう噂なんですけど、まあ僕の気のせいか強くなってるというか、やっぱり優勝回数50回と58回では全然58回の方が難しい。まあ強くなってるっていうかね、登場する妖怪があのいやらしい妖怪、まあ容器吸い取ってくるやつとかね、あとまあボスで結構ギミックがねいやらしいやつ、それがね結構な頻度で出てくるようになってくる。なのでまあ実際のね強さはまあ50回超えると強くなっていないのかもしれないけど、トーナメントのこのやられる確率はねやっぱり優勝回数上がるほど難しくなってくる。これはねもう明らかだと思う。もうそうした時はもう強い相手と当たっちゃった時はねもうどうしようもないんで、コンティニュー使える時はコンティニュー使うし、まあコンティニュー禁止の時はもう諦めるしかないよね。もう粘るだけ無駄かなっていう感じですね。そして種族縛りがない時は僕はねこんなパーティーでやっています。まあ Y マネーも稼ぎつつという感じだよね。花咲かじいスコアアップ、プラチナ鬼の攻撃力アップ、あとは太陽神の謎り消しと暗黒神、あともうこのメズに関してはまあほぼほぼいるだけ、ダメージダウンのね特殊能力持ちということなんで。さあ落ちてくれよ。ああ落ちない、なかなか冠落ちない。さあメズのレベル上げていきます。さあ125ポイント。さあ優勝報酬は、おお5つ星コインスペシャル3で、まあまあいいでしょう。何気にこのガシャ回せるコインって嬉しいよね。通常ガシャやっぱガシャなんだかんだ言って楽しいからね。さあ自己嫌悪、これね比較的弱いんでちょっと嬉しいね。時々この弱めのね妖怪が出てくるんで。さあワイマネー稼ぎしながらいきたいと思います。こういう弱い妖怪だと落ち着いてこうプニがね消せるんでいいよね。皆さんはどうですかね、どんな妖怪で周回してますかね。優勝回数どうですか、もうどんどん上げてっちゃう派なのか、まあ最小のあの25回、優勝回数25回ぐらいで高速周回パターンか。確かね優勝回数25回はないとあの冠が落ちないんじゃなかったかな。冠が確か解放できない、なのでまあそこまではやる必要があるかなっていう気はするけど、今ね横取りをいつ仕掛けようか迷ってる。もう少し横取りチケット集めて、まあ、今週末とかねそれぐらいで行こうかなと思ってます。まだちょっと早いよね多分。まだねあんまりこの冠自体がねこの横取りの中にあんまり出てきていないんで、結構少ないやつを今みんな取り合ってる状況なんでね、なかなか揃えるのは多分難しい。うん落ちないね。さあ 995Y マネー、まあこんなもんだね。まあメズ入れてやるとこんな感じになっちゃうよね。さあ優勝報酬チケット来い、秘伝書来い。お両方来やがった、横取りチケットと一つの秘伝書来ましたね。たっぷり来たぞ、これ嬉しいね。ちょっとモチベーション上がるよね。